どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こんな感じでなんちゃってリボンアレンジを作ってみました。まあこれからちょっと暑くなってくる季節で、まあポニーテールとか結構やれる方多いかなと思うんですけど、まあその時のワンポイントとして可愛く仕上がるアレンジかなと思います。まあ自分でやる時はちょっとこう横でやってあげてもいいかなと思うんですけど、今回ちょっと分かりやすいように後ろでちょっとやってみましたので、気になる方よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずポニーテールにしてる状態でやっていきます。で、今回使うのがアレンジスティック。これをまず少しちょっと横気味に毛束に差し込んでいきますね。若干こうこっち側から。で、表面の毛束を取って、まあ大体このぐらいですね。そんなに多くもなく、このぐらいの毛束を取って輪っかに入れて、でそのまま下に抜きます。反対側も同様にちょっと横気味に入れて、先と同じぐらいの毛束ですね、このぐらいの毛束を輪っかの中に入れて、そのまま下に抜きます。で、下に抜いて、この輪っかの部分がちょっとリボンになるので、少しこう広げながら調節していきます。輪っかの大きさはこのぐらいになります。で、次に真ん中の部分にスティックを刺していきます。で、毛束をさっきのこう両サイドよりは少し少なめに、ちょっとだけでいいんで少しだけ少なめに取ります。で、そのまま輪っかの中に入れて下に抜きます。で、ここの部分を少しだけ広げますね。こう帯になる部分ですね、真ん中の。で、バランスを調節していきます。はい、こんな感じで仕上がりました。なんちゃってリボンアレンジです。結構なんか慣れれば簡単にできるアレンジかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。